さあ、それではお待たせいたしました。本日参加してくれます2014シーズンを戦ったセレッソ大阪メンバーの入団です。背番号1、武田博之。背番号2、大荻原隆弘。背番号3、染谷優太。背番号4、藤本浩太。背番号5、長谷川。背番号7、荒井場徹。背番号9、永井亮。背番号10、オールド。背番号11、宇佐美純平。背番号13、宮城野拓実。背番号14、馬野氏優勢。背番号15、吉野高光。背番号16、安藤。背番号17、竹本信行。背番号19、小谷勇気。背番号20、杉本健雄。背番号21、李金勇。背番号22、グッソニュー。背番号23、山下達也。背番号25、李宗俊。背番号26、秋山大地。背番号27、安藤健太。背番号33、加賀雄。さあ、森島さん、はい、相当軽いのがこう一列に並びましたけれども、はい、いい感じに。そうですね、いい感じですね。ました。さあ、それでは、メンバーが揃ったということで、ここで大阪サッカークラブ株式会社取締役強化本部長宮本勲よりご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。1年間、応援どうもありがとうございました。また、合格したにもかかわらず、昨日お見合いにたくさんのお客さんが応援しに来てくれました。本当に嬉しかったです。皆さんの期待に応えたかったです。皆さんの思いと選手とスタッフの思いは全く同じだと思います。ライバルチームがすごく活躍する中で、モチベーションは今の時点で最大です。絶対に巻き返したいと思います。1年間本当にどうもありがとうございました。
今日は参加者です。一日楽しんでいただいて、選手たちにエネルギーを与えてください。どうぞよろしくお願いします。一年間もありがとうございました。それでは先ほど山本さんもおっしゃってましたけども、はい、今日は一日いいエネルギーに変えて楽しんでいただきたいということで、選手の皆さんこれからいろんなブースに登場することになっておりまして、もちろんビーチ上では綱引きがあったりとか玉入れがあったりで、各ブースご当地ブースにもいろんな場所に登場しますので、ぜひ多くいるメンバーとね、最高の時間を過ごしていただきたいと思います。選手の皆さんも今日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ選手は各ブースに移動していただきたいと思いますので、選手の皆さん移動をよろしくお願いします。大木原選手は安定の目の前にあるコーンにつまずくというね、これにつまずくのは逆に難しいんじゃないかなと思いましたけど、もう若干壊れてますね。壊れてますね。後で練習をしていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。では森島さんね、はい、大宮戦に一緒にツアーで行った方にはちょっと話はしたんですけども、はい、鹿島戦があって大宮戦があって、本当に僕とアンバサダーでね、ものすごいへこんでた時に、はい、こうヤンマースタジアム7の向こう側って5階から見えるんですよね。見えますね。ですね。そう、はい、そこでアンバサダーめっちゃへこむなよって話してた時に、なんといってもこう最後ね、年末とかを注文してくれてた方々を上から見ててね、はい、涙出たね。そうですね。でもだからこそちょっと、今日の反応をきっかけにこうみんなで前を向きたいなっていうのは僕らもすごい強く誓ってますので、はい、最後の島を楽しんでいただきたいなと思いますけども。